そんな王子様に彼氏役やってもらえば？え？ちょっと何言ってんの？悪ふざけみたい、いじめだよ。いいじゃん、二人とも幼馴染なんだし。そりゃあ、ママことでは夫婦役やったことあるけど、ねえ。姉ちゃん、あ、京ちゃんに何してほしい？壁ドン？だからやめなよ。京子のことおもちゃみたいにすんの。この子がどれだけ嫌がってるかみんな分かってんの？ねえ、さやか。そうだよ。女子同士で押し付けなんてよくないし、それに、もし誰かに見られて変な噂でも流れたらどうするの？変な噂って？京ちゃんとメイが付き合ってるってこと？さやちんは変だと思うんだ。いや、私は関係ないでしょ。やっぱ変だよね、女子同士で恋愛とか。いや、京ちゃんそんなつもりしない。メイもごめんね、変なことに巻き込んじゃいそうで。え、ほらほら、帰ろう帰ろう帰ろう。メイといるんでしょ。もう暗くなってるよ。ほら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 、帰ろう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 。京子、何？私別に嫌じゃないよ、京子に壁ドンとかされても。何急に。あだー、喉乾いた。さやか、自販機行こう。今死ぬほどぶどうこんにゃくが飲みたいって言ったでしょ。言ってない、言ってたの。ほら行くよ、ひまりも。ほら行くよ。首はやめて、痛い。ほら京子、こいの何あの顔。あの子に言われたことそんなに嬉しかったんだ。ほら京子は偏見とか嫌いでしょ。だから守ったのに。ごめんね。あ、ごめん。メイに見られるとでも思った？そんなに好きなら本気にさせんじゃねえよ。して。ごめん、無理。じゃあなんであの時私のこと受け入れたの？本気で好きだって言ったのに。幼馴染だからって好きを刷り込まれてんだよ、あのバカ女に。すごい可愛いね。私とキスだってしたよ。来てよもう一回。早くしないといろいろバレるけど。ごめん、練習台にして。なんで？ないのはお互い様でしょ。え、京子とこに何してんの？死ねえ。え、ちょっとこういうの